ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年4月の5日水曜日です。今日は朝9時から藤井聡太竜王と渡辺明名人の名人戦が始まりました。第81期名人戦7番勝負第1局、渡辺明名人対、藤井聡太竜王の対局です。まず今回は第1局ですので振り駒から始まりましたね。振り駒の結果、先手は渡辺明名人と決まりました。いやー、藤井聡太竜王が先手を取るとね、ほとんど先手を取ると負けないというのが藤井聡太竜王ですからね、どうなるかなと思ってましたが、今回は先手は渡辺明名人が先手となりました。そして、9時スタートになりました。そして、初めは初手は2、6、歩で飛車先を歩を押します。それに対して、藤井聡太竜王も8、4、歩と飛車の前の歩を押すという、こういう始まりでいきましたね。そしてこれが角換わりになるかなと思っておりましたら、なんと渡辺明名人はですね、6六歩として角の道を筋を止めたんですね。これで角換わりでなくなったんで、うおっと思いましたね。これからどんどん進むんですが、大体角換わりであればですね、もう決まったといいますか、もう手順が大体こう決まってまして、お互いに同じような形で進んでいくんですが、ですからどん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 手も進むんですが、今回は角換わりでないですからね、なんか違う新しい展開となったもんですから、なかなか進まない、ゆっくりとした進み方ですね。そして、24手目の4四歩で、藤井聡太竜王が指したところで、ここで渡辺名人がちょっと考えて昼食に入りました。そして昼食に入って、昼食後にですね、25手目を渡辺明名人は3七銀とですね、王さんの固めるかなと思ってましたら、3七銀と攻めの方の銀を指したんですね。これでちょっと緊張感が走りましたね。わーっと渡辺名人が明名人が進んでいくのかなと思って、そして藤井聡太竜王もこれが4三銀と受けまして、この後がですね、また渡辺明名人は3五歩ともう歩をぶつけたんですね。いやー、これは激しくなりましたね。そこで、なんと、この後28手目を、藤井聡太竜王は、98分、長考しましたね。そして、6三銀と、受けたわけです。ここの、やりとりというんですかね。これが前半の大きな勝負を、分かれ道ですよね。の手でしたね。まだ、どんどんと激しくなるかと思ってましたら、なかなかそうはならなくてですね、渡辺明名人も少しずつ30分ぐらいずついろいろ考えて、手を打っていきましたね。31手目などは、6、7、金、右というような、ちょっと解説者も全く予想しない。で、普通はそこに銀が上がるところに金が上がっていくという、30分ぐらいの時間を使って、渡辺明名人が進みましたね。これは解説者も、これはと言ってちょっとびっくりされたような手です。そこで、大体AI の評価は 50% と 50% 五分、ここで時間を使ったのが渡辺名人の方が時間を、あんまり使わないという形で、約ここで、1時間ぐらい差がついたんですかね。藤井聡太の竜王がちょっと時間を使ってたような形ですが、それからどんどん進んで、
行ってですね、なんとまああのこれ解説者がこういろいろこれとこれといろいろやるんですがね、2つ3つやってもそれをもうまた違う手を指していくというですね、まあ、今回あのですね、解説者泣かせというんですかね、なかなか当たらないところがどん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 そういう手になっていきましたね。そしてまあ力将棋という形でどんどん進んでいきまして、評価も50、まあほとんど五分五分でずっと、まあ、進んでいくんですね。そして、今回は43点目を渡辺明名人が封じることになりました。まあ、ここで評価 AI の評価はですね、明名人の方が 52%、 藤井聡太竜王が 48%、 まあほとんど半五分ですよね。もうほとんどあの AI も差がつかないし、もちろん解説者の方もほとんど差がつかない五分五分ということで、終わりましたね。その時には消費時間というのが出ました。最後ね、これが藤井聡太竜王が4時間6分使ってましたね。渡辺明名人が3時間36分、30分の差で、あの藤井聡太竜王が30分表記の時間を使ってますね。まあでもまだ持ち時間9時間ありますからね、これはもうほとんど差はないということで、第1日目は終わりましたね。封じて、43手目を、まあ、渡辺明名人が封じてをやったところで1日目が終わりました。まあ、今回は角換わりではなくて角筋を渡辺明名人が止めて、それから新しい今までないような手がゆっくりゆっくり、あの藤井聡太竜王は最長98分という大長考を行うというですね、まあ、あまり想像できない手がどんどん出るということで、今までにない前例のないこう展開になりますから、やっぱりそういう兆候も出ましたね。そして何にしても今回はもう新しい展開、力将棋、そして解説者がなかなか当たらない展開になって1日目が終わりました。まあ五分と五分で明日からの展開がまあ勝負になって分け目る点になってくるんではないかと思います。でも今日はゆっくり進んでこう手が進みましたが、なかなか本当力将棋といいますかね、見応えのある将棋になっております。明日が楽しみです。ごきげんよう。